ニューオリンズ級のクインシーです。実は戦うのは苦手で、みんな仲良くやればいいのに。指揮官、はじめまして。ニューオリンズ級従順洋艦のクインシーと申します。手伝えることは、ありますでしょうか?指揮官、私に手伝えることはありませんか?そんなにじっと見つめては、恥ずかしいです。指揮官、こんなの、恥ずかしいよ。すみません。私、人のお願いを断るのが苦手で。それに、人の役に立てるのって、嬉しいことじゃありませんか?私だって、頼まれても断っちゃうことぐらいはあります。例えば?思いつきません。スキンシップは慣れていませんけど、指揮官の頼みですから。指揮官!私だって、怒っちゃう時はありますよ!新しい任務ですね。指揮官、私にも手伝わせてください。任務報酬!やっぱり私一人では。指揮官すみません。助けていただけないでしょうか。指揮官、メールを整理しておきました。指揮官、お疲れ様です。お帰りなさい。こんなにひどい指揮官でも、クインシーは諦めないで助けちゃいますよ。多分。何かご用でしょうか?今、みんなの物資搬送を手伝っています。人を傷つけるのは、自分が傷つけられる時よりも、痛く感じますね。みんなは違うのでしょうか?なぜ人の手伝いをするのが好きなのか、ですか?人が助け合うことで、より良い未来がやってくるからですよ。指揮官と一緒にいると、指揮官の役に立ちたくて、指揮官の力になりたくって、心がいっぱいいっぱいになります。委託に出かけた子たちが戻ってきました。物資搬送ですか?任せてください。ちょっとだけ強くなりました。頼まれたからには頑張らないと。やりました。私なんてこの程度ですよね。なぜ傷つけ合うのでしょうか?